皆さんおはようございます。斉良平です。今日が12月の23日、冬至ですね。はい、ということで金曜日なんですけども、今日は無事に東京に着きました。はい、僕はですね、まあ前にもね、お話しましたけど、遅刻をするっていうことはうちの師匠に相当言われてますので、今日は翡翠さんとの天竺マンとか皆さんとのコラボで、時空フェスっていうことで、東京入りなんですけども、昨日から入ろうと思ってやってたんですけども、よかったですね。僕は空港に行くときも飛行機に何かしらのタイミングで乗り遅れるといけないって、まあ、車で行くので、行けないと思った上で、基本的には必ず空港には2時間ぐらい前には着くようにしてます。はい。なんですけども、まあ、昨日の福岡、朝の時点ではまだ雪が積もってなかったんですよ。積もってなかったんですけども、いやー、これはどうなるかわからんぞと。その上でちょっとかなり早めにってことで4時間前に出まして、もう雪も積もることもなく空港に着いたら、1時間以上、2時間ぐらい早い。ちょうど僕が着いてすぐ出るぐらいの飛行機があったんで、アテンドしてる受付の方から、空きがいっぱいあるので、乗られませんかっていうことで言われて、はい、あ、じゃあもうぜひ、お願いしますって言って乗させてもらったんですね。乗させてもらって、その飛行機出た後、妻からすぐに、メッセージが、LINE が入ってきたんですけども、あの後、めちゃくちゃ福岡で雪積もって、一本早いやつだ、まあ、その後のやつが、2時ぐらいだったと思うんですけども、のやつが2時ぐらいにもだいぶ積もってましたよね。福岡。もうこんな積もってたんですよ。僕の地域。なので、もしかしたらどうだったかわからなかったけど、まあ、一本早くってことでついてました。本当にね、ありがたいことです。ってことで、今日はね、時空フェスの方、出させていただくんですけども、題名がね、生まれてきた意味っていうことをね、お話ししていただきたいってことだったんですけども、未だに悩んでます。はい。なので本番ちゃんとできるかちょっと不安ですけども、はい。ちょっと頑張っていこうと思いますけども、今日はですね、はい。まずは、冬至のお話をしようと思います。はい。今日は冬至ですね。前にもちょっとね、前もってお話をさせていただきましたけども、今日は冬至ということで、基本的には、まあ、ここはね、1年間を通した上で、みそぎのタイミングです。まあ、みそぎっていうと、僕たちが汚れてるのかっていうと、汚れがあるんですね。というのも、どうしてもね、まあ、ポジティブシンキングとは言っても、愚痴や文句は出ます。僕はそれはいいと思うんです。それを言っちゃったらもうダメだってことはなくて、言っちゃう。ね、僕自身も、会社を始めた時なんて、もうネガティブなんて 0.1 ぐらいしかなかったんじゃないですかね。もう 9.9 ぐらいネガティブしかなかったので、まあ、ただ怒りとか、妬みとか、そういった感情で、なんとか進んでたっていうぐらいで、ネガティブな感情もね、時としてね、人が生きていく上でとっても重要なね、エネルギーになると思うんです。なんですけども、まあ、それでもね、まあ、ちょうど半分半分バランスよく、ネガティブがあっても、そしてポジティブがあっても、陰と陽っていうことで、まあ、今日はね、太陽の誕生日とも言われたりするらしいので、まあ、太陽自体のね、生まれ変わりってことで、まあ、僕たちはこのタイミングで新しいスタートを切るために一度みそぎを行うってことで、まあ、普段ね、僕たちがやってる、愚痴文句弱音、ね、そういったちょっと負の感情ってもの自体を洗い流しましょうっていうことだったりするんですが、まずはゆず湯ですね。ゆず湯なんですけども、まあ、一つゆずっていうのは、前にも言った通り、融通が効くって言ったことが一つと、もう一つは、ゆずっていうもの自体は木が植えて実がなるまでに長く時間がかかるってことで、長くね、努力してきたことが実になるとか、成果を、得られるとかっていう感じで、縁起担ぎっていうことだったりするんですけども、もともと、柑橘系のものっていうのは、邪気払いの効果があります。はい。昔から言われてますけど、つまりこれ、柚子ではなくても、レモンとかみかんでもいいんですよね。前にこう、寝つきが悪いとか、悪い夢を見るとか、まあ、子供の夜泣きの時とかもそうですけども、僕のところ、そうだな、そうやって考えたら、うち、皆さんのおかげで本当に、うちの、一番下のね、末っ子の夜泣きが治ったので、いいんですけども、子供の夜泣きが激しい時とかっていう時も、もし邪気っていうもの自体が原因であるならば、お香を炊いたりするのもいいです。その上で、お風呂に入れて、柚子をね、入れて浸かるっていうことで、邪気払いっていうのをやったりするんですけども、まあ、この柚子を入れるときに、毎回ね、それって切り刻んで入れた方がいいのかとか、絞った方がいいのかとか言われたりしますけども、絞るぐ、まあ、チューハイじゃないですからね、絞るのぐらいだったらいいと思いますけど、種とか皮がね、排水口に詰まっちゃうので、丸々1個をボトボトっと入れてもいいですし、1個でも全然問題ありません。はい。なので、柚子をちゃんと入れた上で、柚子でもいいですし、柑橘系のものですね、っていうものを入れることによって、強い香りのものは邪気を払うってことで、僕たちの汚れをね、綺麗にしてくれますよってことが一つと、あとは、がつくものですね。僕が前にお話したのは、南京、つまりかぼちゃですね。南京、銀杏、レンコン、寒天、
うどんもいい、うどんが良かったらラーメンもいいですよね。良かったりするし、金柑とかですね。外からね、払うんだったら中からの邪気を出すってことで、うんっていうものは、一番最後の言葉の終わりってことで、これ以上先がないってことで、もう、一回ここで区切りってことも一つそうですし、うんっていう字は跳ね上がるってことで、そこからまたポンと跳ね上がるとかいう意味もありますし、どうも12月23日はんがつくものを7つ食べるって言ってるんですよね。7つ食べると幸運が2倍になるって、なんでこの7っていう数字にこだわるのかなって思うんですけども、まあ世界で各国でね、いろんな意味合いがあったりしますけども、まあ数名学っていうものでは7ではね、希望達成という意味があります。希望達成、自分の希望願望達成っていうのがあったりするので、ただ食べればいいっていうものよりかは、明確な自分の希望や願望があった上で、まあそれを一緒に食べて、希望願望があって、その食べるものを食べてっていうことで、食べてそれを考えながらやっていくってことね。前にも言ってますけども、自分の夢や希望が叶わないっていう人たちはね、それを考える時間がね、ただ他の人たちにも少ないだけですよってことで、明確な希望があるならば、願望があるならば、そのことを思ってこの7つのものを食べたらいいとは思うんですけども、今言った通り、んがつくものなら何でもいいんですよね。銀杏。銀杏だったら、ちょっと、昔はね、ちょっとした焼酎とかね、お湯割りで銀杏をちょっと、爪楊枝で刺して入れたりとかすると、うちのね、先生が好きだったんですね。銀杏とかに穴ポツポツって開けて、入れて、お湯でちょぼちょぼって入れてから、あと銀杏をつけたお酒とかもね、やってたので、当時を一緒に過ごしたことはないんですけど、当時にもしかしたら飲んでたかもしれないですね。まあ、そんな感じで、体の中から邪気を払っていくっていうことも効果てきめんですし、まあ、運がつくものを今日皆さん7つ食べれるかってことで、まあ、今僕が言った南京、銀杏、金柑、レンコン、寒天、うどん、プリンでもいいかな食べかなプリン。いや、でも運がつくものなので、まあ、プリンでもいいと思いますが、今日中に7つ食べろと言ってるので、もし皆さんの周りにある食べ物の中で、運がつくもの、これもあるよってやつがあったら、コメント欄に僕も参考にしたいので、僕出張なんで、ちょっと運がつくものを意識して食べたいので、できれば、コメント欄の方に、運がつくもの、これもあるぞ、これも運がつくよ、みたいな感じのことをちょっと教えていただけたら、参考にして食べて、今日はホテルに戻って、ゆず湯、そうか、ゆずがない。出張だから。でも多分ですよ、今日、時空フェスに行った先で、もしかしたらお客さんが僕にゆずをくれる可能性がありますので、ちょっとだけ期待して、なかった時はなかった時で塩でもいいです。はい。その時は、もしかしたらどっかのね、スーパーとか寄ってみたら、あるかもしれないので、買ってちょっとね、お風呂に入れて浸かろうと思います。その上で、大掃除の準備もね、ゆっくり、ぼちぼちでもいいと思いますけども、年末に向けてしっかりと大掃除もして、家の中にある邪気も払って、体の中にある邪気を払うのは今日、12月23日の、当時のタイミングで、自分の体の周りにある邪気はしっかりと払ってくださいねっていうことですね。はい、そんな感じで、今日の朝9時、はい、合宿のね、受付が始まりますけども、申し訳ないです。なかなかね、経験がなかったもので、平日の朝9時ってちょっと時間帯的にどうなんだという意見がね、ちょっとあったんですけども、申し訳ありません。不慣れなものでして、ちょうどね、僕が来年の辰年に向かってのお話のちょっとあれをしようと思ったので、龍の刻から始めたいなっていうのもあったりでしたので、ちょっとね、7時から9時までの時間帯だと9時がいいのかなって勝手に思っちゃったんですけども、平日の9時だったら皆さんお忙しいですよね。はい。これはね、今回はね、お試しではあります。はい。なので、またね、できるようになった時に、継続的にやっていきたいなってこともそうですし、まあ何よりもこれをやろうと思ったことは、まあこの3年ぐらいいろんな場所に講演回ってきて、僕自身がいろんなことを伝えてきましたけども、本当に伝えたいことっていうこと自体を皆さんにお届けできたのかなっていうことをずっと考えてたんですね。なので、2泊3日間、まあ、スパルタとは言っても愛のあるスパルタでやりますけども、2泊3日間カンカンで、小倉駅に集合して、熊本まで行くまでも3時間ぐらいありますので、バスの中から、帰る時まで、しっかりとお付き合いした上で、がっつりね、皆さんにちょっと伝えたいと思っていることを伝えていこうと思っているツアーにしたいと思いますので、興味がある方は参加してくださいっていうことですね。はい。皆さんぜひとも、楽しい当時の時間を過ごしてください。家族でも、一人でも、僕は今日一人かもしれないけども、自分の夢、希望、願望を考えた上で、過ごすのもいいですし、家族でなくても笑いながら過ごすでも、きっといいスタートが切れる最初の一日になると思いますので、楽しい時間を過ごされてくださいねっていうことです。あ、今日緊張する。はい、気合入れていきます。はい、ということで今日も皆さんをガッツポーズで送ると思います。では行きます。行きますせーの、よっしゃーということで今日も元気よく行ってらっしゃい。お気をつけて。
今今今どうせダメだと鼻から火